南北首脳会談。南北首脳会談は、大韓民国、韓国と朝鮮民主主義人民共和国、北朝鮮の両首脳による首脳会談である。2000年6月13日から15日まで韓国の近代中大統領と北朝鮮の金正日国防委員長が朝鮮民主主義人民共和国の首都平壌で会談を行った。百四十八年に、 朝鮮半島が南北を二分して以来両国の首脳が返すのは史上初であった。会談の結果6.15南北共同宣言が発表された。近代中による大北融和政策、太陽政策の結実といえる。近代中はこの功績により2000年にノーベル平和賞を与えられた。近正日国防委員長は 直前の2000年5月に最高指導者就任後の初外遊で中国を訪れており、中国共産党中央委員会総書記の公、拓民と南北首脳会談の事前協議を行っていたとされる。以後、離散家族の再開事業、大韓民国主催のスポーツ行事へ北朝鮮が参加するなど民間レベルでの交流事業が本格化した。2000年の周遊、中秋には、 近正日から韓国へ3トンの松茸が送らだ。また、朝鮮統一を見据えた南北交渉が進展し、分断されていた、京畿線、東海線の鉄道と道路の再連結事業なども進められた。日本やアメリカも雪解けムードに乗じて、国交正常化交渉へ乗り出た。特に米朝関係は一挙に進展し、当時のマデレーン・オルブライト国務長官が包丁。 大統領包丁による首脳会談の可能性すら囁かれた。しかし2001年9月11日のアメリカ同時多発テロ事件、アメリカのジョージ・ W ブッシュ大統領による悪の数字化発言以降、アメリカによる北朝鮮的視が明らかになると南北首脳会談で生まれた協調ムードは再び緊張した。金正日国防委員長の早期ソウル訪問も、 計画されていたが、無期延期となった。このような圧力政策に押される中、北朝鮮は、日本との関係改善に活路を見出し、2002年9月には、日朝首脳会談が実現した。また2003年2月には、南北首脳会談の直前に現代グループの手によって、5億ドルや4億ドルとも言われる、違法な巨額の送金が北朝鮮に対してなされていた、事実が判明した。 中国の北京、マカオ、香港を経由して、金正日国防委員長とその長男の金正男や、側近の調整宅に渡ったとされる。これは送金の実機的に南北首脳会談の対価として北朝鮮側に渡された可能性が高く、特別検察官による捜査が開始されたが、捜査期限延長をロブゲン大統領が許可しなかったことにより、真相解明は、 中途半端なものになった。2007年10月2日から4日まで対応政策を継承した韓国のロブゲン大統領が北朝鮮の平壌を訪問して北朝鮮の金正日総書記と会談を行った。10.4宣言が採択され、当時のムンジェイン推進委員長によって第四項に朝鮮戦争休戦協定の署名国である米国、中国、北朝鮮の参加国、 または、朝鮮戦争の後戦国の韓国、北朝鮮、米国、中国の四カ国終戦宣言と平和協定を目指すことが盛り込まれた。金正日総書記から、韓国側が第一回で合意した海上工業地区事業を北朝鮮の改革開放と位置づけていることに強い不快感を示され、ロブゲンは帰国後に海上工業地区事業に関連する統一部、 長に相当のホームページから改革開放の後を削除させた。一般の世論の関心は2000年の第一回の時と比べると低かった。2018年4月27日に韓国のムンジェイン大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は半門店の韓国側施設平和の家で第三回南北首脳会談を行った。北朝鮮の首脳が 軍事境界線を越えて韓国が入りしたことは史上初である。2018年5月26日に韓国のムンジェイン大統領と北朝鮮の金正恩朝鮮労働党委員長は半門店の北朝鮮側施設統一閣で第4回南北首脳会談を行った。韓国のムンジェイン大統領が2018年9月18日から2泊3日の日程で 平壌を訪問し、18日と19日に金正恩と第5回南北首脳会談を行った。19日に、非武装地帯をはじめとする大事地,地域での軍事的な敵対関係収束を、朝鮮半島の全地域での実質的な戦争の危険の除去と根本的な敵対関係の解消につなげていくこと、年内に南北を結ぶ東、再開線の鉄道及び道路連結のための、 着工式を行うこと、条件が整い次第海上工業団地と混合産、観光事業を再開すること、混合産地域の離散家族常設面会所を早い、うちに会所すること、東総里園エンジン試験場とミサイル発射台を、関係国専門家たちの参観のもとに優先して、永久的に廃棄すること、金正恩が近い日時に、ソウルを訪問すること、 などを内容とする共同宣言を発表した。北朝鮮側は首脳会談時に統一宣戦線部長一人だけを同席させている。これについて外交官出身の脱北者は嘘をつく様子を北朝鮮側の複数の人間に見せたくなかったからとして嘘をついているらだと指摘している。北欧の亡国と首脳との単独会談に同席したことのある脱北外交官は 金正日総書記が会談で北欧の首脳に改革、解放を求められた際にその通りだ。我々には改革が必要だと素直に受け入れるふりをしていたのを見ていたと明らかにした。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。